美しい国日本の時間、引き続きお話をさせていただきます。今までお話ししましたように、アメリカ、日本、中国との関係、まず日本とアメリカというのはですね、アメリカに言わせれば世界で一番強固で、強固な同盟関係と、つまり日本とアメリカの関係はアメリカ側から見るならば世界で最も強固な同盟関係、これが日本だと、こう言ってるわけなんですね。裏を返せばですね、政治ですからいうことと、それからどういうことを意味するのかということは別ですから、アメリカが日本をアメリカにとって最も重要で最も強固な同盟国だということの裏に何があるかというと、日本という国はどんなことがあろうとも全てアメリカに従うということの自信のほどをアメリカが示した言葉になるわけであります。まあ、皮肉に聞こえるかもしれませんが、政治というものはそういうもので、表向きの表現と、そしてその表現の裏にある本当のところ、つまり本音ですね、というものがあるわけであります。したがって日本とアメリカとの関係というのは、まあ戦後のいろんなことはありますが、それは省いて現実だけ、日本とアメリカとの今日の現実と、現実だけを見るならば、アメリカが言う通り、日本はアメリカの言いなりになる国、つまり客観的に言えば日本はアメリカの属国だということが言えるわけであります。日本がアメリカの属国であることを証明せよと言われれば、日本国憲法から始まりまして日米安保を一つ一つですね、解説をすることになりますが、まあいくらでも解説はできますが、今日の話の中では一応アメリカが裏で、本音では日本はアメリカの属国だとこう言ってるわけですから、それはそのまま受け取るべきだと思いますね。そして中国とアメリカとの関係は、米中冷戦と言われるように対立関係にあるわけであります。日本と正反対ですね。日本は強固な同盟関係、そして中国はアメリカの、まあ、敵対というか対立軸の国、これが中国なんですね。ですから米中冷戦という言葉もあるし、バイデン大統領も米中冷戦という言葉を使って中国に牽制をして、あれやこれやですね、アメリカの価値観に基づいて中国を非難し、まあビジネスの世界においてはハウェイという中国の、まあ、次世代、G4 は G5 という次世代の情報インフラの技術会社がありますが、これがどん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 シェアを広げていくと、アメリカが次世代の情報インフラを支配できなくなるという、まあ、アメリカの考えもありまして、このファーウェイはの持っている技術は、これはアメリカから盗んだもんだと、これまた証明するのは難しいんですが、アメリカというのは証拠があろうとなかろうと、そうだというとそれで通していく国なんですね。いい悪いではなくて、アメリカというのはそういう国なんです。だからそういう国だとして認めればいいだけの話であります。というわけで、ファーウェイも制裁を加えられてですね、アメリカの同盟国その他から、まあ、日本もそうなんですけども、日本にも取引をしていたんですが、これももう解除だということで、アメリカに従ってですね、ハーウェイを排除しろと言えばはいはいと言ってみんな排除するということなんですね。これはまあトランプ大統領からバイデン大統領に至るまでですね、一貫して中国の知的所有権、これは盗まれたもんだという前提に立ってですね、徹底的にこの制裁を加えるということをまあ繰り返しているわけであります。で、先ほど言いましたように、そういう経済上の制裁問題とは別に、政治的、さらに言うならば軍事的ですね、軍事的に中国がだんだんと南シナ海、あるいは東シナ海、尖閣諸島のある東シナ海、こういうところに中国がだんだんと軍事的覇権をこの広めてきていると、私はそうは思わないんですが、まあまあアメリカがいろいろキャッチした映像とかニュースだけを見ていれば、
確かに中国は、南シナ海、東シナ海にどんどんと軍事進出しているというふうに見えないわけではないわけですね。南シナ海の7つか8つの人工島、人間が作った島ですが、人工島に滑走路を作ったということになるとですね、これが軍事基地化しているというふうに言えば言えないことはないわけですね。まあ、いずれにしてもですね、アメリカは世界の30カ国に軍事基地があって、アジアでは沖縄、日本ですね、日本におけるアメリカの軍事基地はアジア最大の軍事基地ですね。その他韓国からですね、アジア、フィリピン、それからもう世界中ですね、30カ国に軍事基地を持ってるわけですから、もう中国はどこの国も軍事基地持ってないわけなんですから、それをですね、まるでアメリカの軍事派遣をですね、明日にも中国がこの侵攻してきて奪おうとしてると言わんばかり、まあアメリカの報道だけをこの聞いていればそういうふうになるわけですよ。しかし現実はですね、今言いましたように、まあ日本にアメリカの最大の軍事基地ありますが、同じような軍事基地がそこらうち中にあるわけですよ、ね、これを称してアメリカの軍事覇権というわけですよ、ね、でこれをその中国が侵略してくるんだとアメリカは言い続けるわけですね、うん、それでまあなんとかの一つ覚えじゃありませんけども、南シナ海の7つの人工島が軍事基地化されたとかどうとか、もうそればっかり言ってですね、もう少し他のことを言ったらいいと思うんですが、それは言えないでしょうね、ないから。でアメリカの方は世界に30カ所も軍事基地があるんですから、中国はそのことを一言も言ってませんよ、うん、ね、でアメリカはですね、これから軍事基地化するんではないかということを心象膨大に言ってるわけですね。これはまあ客観的に見て、私別にどちらの味方してるわけでもないんですが、客観的に見ればそういうことなんですよ、ね、で、それがですね、まあ、バイデン大統領の言う米中冷戦なんですよ。だからまあ私のような人間、まあ実は私はアメリカのシンクタンクにも2005年から関係してますから、この私どものシンクタンクは歴代の政権にですね、外交政策あるいは経済政策についていろんな助言をする機関なんですよ。でよくこういうシンクタンクの提言に歴代の政権は従ってますよ、ね、シンクタンク名のごとくですね、国家の頭脳ですからね、その頭脳の言うことに国家が従って行動してるわけですから、ね、だからなんでアメリカがことさらにこの中国と間に対立関係をこの作ろうとしてるか、対立を激化させてるわけですよ、故意に、ね、あらゆる面でそうなんですよ、ね、だからまあアメリカから流れてくる情報だけをこの信じていればですね、バイデン大統領の言う通りなんですね、ところが実際のところをちゃんと見れば、例えば、まあ、軍事派遣にしてもアメリカは30カ国に軍隊持って、これからもうアメリカは世界の警察官じゃないから、これを引き上げていくんだとこう言ってるわけなんですよ、ね、そのアメリカがこのアジアの軍事派遣を中国に取られるんじゃないかと言って、抵抗してるということになってるんですが、私はシンクタンクにいるからアメリカの本音をよく知ってますから言いますけど、とんでもない話なんですよ。それは見せかけなんですよ、ね、うん、まあどういうことかと言いますとね、やはりアメリカのこの世界戦略というんでしょうかね、外交戦略というんでしょうか、この基本はですね変わらないんですよ。もう1972年、ニクソン大統領とキッシンジャー国務長官が中国の周恩来、それから毛沢東と会った時の、まあ、秘密条約というか秘密合意があるんですよ。これがアメリカの本当の指針なんです。それは絶対に表さないんです。その正反対のことを表してるんです。それにはまた裏があるんですよ。まあ変な話になりましたけども、この合意というのはアメリカのアジアにおける派遣を持っていると、そして中国がやがてアジアの派遣を手にするほどになった場合はアメリカは喜んでアメリカの覇権を中国に譲りますというのが基本合意ですよ。これは今日まで変わってません。そしてキッシンジャーはまだご存命で、私も時々会いますが存命で、そして、まあ歴代の政権は あまり表面には出しませんが、キッシンジャーの外交指針、これにぴったり寄り添ってますよ。しかしながらそれの表し方はある時は正反対です。だから今の
米中冷戦というのはアメリカの外交戦略あるいはアメリカの対中戦略の正反対のことを表に出しているに過ぎないわけなんです。そのことを百も承知しているのが習近平ですよ、ね、ですから習近平も台湾を明日にでも攻撃するぞとそんなことは 120% ありえない話でそんな意図はからっきしないんですよ。だけども明日にでも攻撃するぞとこう言ってアメリカと歩調を合わせてるに過ぎないんですよ。まあなんかややこしい話になりましたけども、まあ、こういう話はあまり聞きたくない方が多いと思いますが、まあ、政治というのはですね狐と狸の騙し合いとよく言われますが、まあ、なかなか表向きの政治そしてその裏にある本音というものは違うもんです。ハーウェイを今盛んにアメリカがこの締め出そうと制裁を加えている。そのおかげでハーウェイは去年から今年にかけて一昨年から去年そして今年にかけてもうアメリカの何倍もの情報インフラ関係の特許を取りましたよ。国際特許これはアメリカが取らしたんですよ、ね、アメリカの制裁がなかったら独自の技術を開発しませんよ、うん、盗んでればいいんですからアメリカ流に言わせれば金払って買えばいいんですから、ね、それを独自の開発をさせて世界国際特許までどんどん取ってるっていうことは誰がそういうふうにさせたアメリカがさせたとこういうことなんですね、まあいろんなこともまだまだお話したいことは山ほどあるんですが、まあ、その触り程度のお話を今日しましたがこれで、これから先アメリカ中国そして日本と中国アメリカということもおよそ見当がついてくるのではないかなと思っている次第であります。